皆さんこんにちは、ブレインマジックの神成と大坪です。本日なんですけど、なんか大坪さんからなんかこのオビデスのことで質問があるっていうふうに聞いたんですけど、早速お伺いできますか？はい、じゃあちょっと質問があるのでよろしくお願いします。はい、ですね、普段自分オービタル2を使ってイラストやちょっと動画編集をやっているんですけど、こう机の上実は言うとそんな広くないんですよね。いや、そうですよね。なのでちょっと小スペースでちょっとこう動かして作ってる時はやらせていただいてるんですけど、こう机の上にちょっと物が置く時あるんですよ。例えばこれちょっと例えばこういう小物類を置いたりとかしちゃう時あるんですよね。この近くにいますね。でそうすると USB のこのコードがたまに出っ張って邪魔になることがあるんですよ。なのでじゃあ今日邪魔だからこっちの方向にしてやろうって思ってやろうとすると、はいはい、倒すのがちょっと方向が狂っちゃうんですよね。いや、それはそうですよね。それはそうですよね。これ記憶するのちょっと自分でこう操作をこう変えてしまったらちょっと大変じゃないですか。はいはい、どうすればいいですかね。安心してください、大坪さん。はい、実はですね、オービタル2には装置回転っていう、まあ、そんな環境設定がありまして、はい、それを設定いただくことでどっちの方向にケーブルを出してもいつも通りの操作方法で操作できるよっていう、そんな機能がついてるんです。はい、じゃあ早速本日なんですけども、この環境設定から設定できる装置回転について皆様にご説明をさせていただきたいと思います。はい、さて早速なんです、オービタル2タスクバーに常駐してますので、ここから設定画面を開きます。ここから設定の環境設定を押していただくと、はい、ここですね、左上一番目立つところに装置回転という機能があります。はい、もうこれこの UI 見た瞬間に感動いい皆様だったらちょっと気づくんじゃないでしょうか。ここもうすごく簡単な話です。今私のオービタル2はケーブル上に出てますよね。でこの時ゼロってなってるんです。つまりケーブルを右に出したいときはここ270とタップすると、ここのグラフィックで USB のがくるっと回りましたよね。そうですね。もうこれで設定保存ってするとこれで保存完了です。ただですね、実はこれ装置回転やってしまうとですね、たまにオビタル不安定になってしまう場合も実はあるんですね。はいはい、というのもこれ中のものが全部機能バッと切り替わる。そういう場合は一回再起動をかけていただければこの装置回転がしっかり適用されます。ただ基本的にはそういうことしなくても、このような形でちゃんともうさっきまで上に出していた時に何て言うんでしょう、装置が下上に出している時が正しい位置だったんです。今もう右に出した時が正しい位置としてこのような形でちゃんと下と上と画面とこのオプスの操作がシンクロして動くようになってます。よろしく。助かります。これでちょっと小スペースな家でもこう USB に邪魔されることなく作業できそうです。そうです。例えば液晶タブレットみたいなのを上に乗せたいときはこう出したりとか、こっちに出しちゃうと邪魔ですしね。そうですね。逆に机の裏から持っていきたいよってあるじゃないですか。はいはい、続きは本当にこういうように下からこう出していただくっていうことが本当に可能になってます。あと右利きとかこっちとか左利きとかで、まあまあどっちに出すかっていうところも操作できるようになってますので、ぜひ皆さんこの装置回転という機能を使って便利にオービタル2をいろんなシーンで活用してみていただけると幸いです。はい、本日はご清聴ありがとうございました。